どうも皆さんこんばんは。前回ですね、グラビトロンを購入したんですけども、まあなんとかこの日曜日のデイリータスクのですね、ダイヤと、でまあ広告でなんとかギリギリ、ほんまにギリギリ、ちょっと面白いぐらいギリギリなんですけども、526個、ダイヤが、溜まりましたので、こちらですね、スコーチャー、購入したいと思います。なんすかこれ、おスコーチャーは色がないんですね。おお、なるほど。弾薬が無限になる2つの武器と、いうことで、まあもう色がないので今回はもうこのまま配達しようと思います。残り1個ですよ、残り1個、ダイヤの残りが1個なんですけどね。はい、これですね。顔がちょっと面白いですよね。顔が、顔が面白いですね。お、ちょっと見るの忘れてたんですけども、こちらはですね、117kg の 7.31 ということで、まあ、7.31 ならまあ結構速い方ですかね、加速的にも。あ、もうほぼ戦車と同じぐらいですね、117kg の 7.78 なんで、はい、ほぼ戦車と同じですね。はい、今の武器が何かわからないんですけども、多分この左、いやちょっとわからないですけど、とりあえず撃ってみたいと思います。はい、はいはいはい、なんでしょうか。え、すげえ、すごい、え、すごいですね、これ。だいぶ打たないとオーバーヒートもしないみたいですね。まあ、一応両端にある、これ車聞いてますよね。ああ聞いてますね。まあ、だいぶそのダメージとしては弱いんかもしれないですね。こう人間とかに打てば、うん、いいんかもしれないですね。まあ、とりあえずちょっともう一個の方を使いたいと思います。ああ、はい、まあ前方式の解放しますね。アイロンホースが燃えてますよ。わっと、
これは前なんで、ヒルビリヘルファイアと違ってですね、前なので、もうちょっとこう、ちょっとデハイドが、ちょっと高いので、追いかけながら燃やすということができるので、そうです、これで一回燃やして、これでこう軽く燃やして、燃やして、まあ今のまあ成功パターンですよね。だからまあして、これで打つと、こういう手順を使用して車を爆発させるということですかね。まあもちろんですね、こういう2つの武器がある場合というのは、片方がオーバーヒートしても、もう片方に切り替えれば、すぐ使うことができると思うので、例えばこうやって。まあこうアイロンホースが来ましたと。で、抜けて、まあこれでもだいぶ長く打ち続けないとオーバーヒートにはならないと思うので、気楽に使ってもらっていいかなと思うんですけども、まあ、もしくはオーバーヒートしますと、もうこう入れ替えればすぐこっちで使うできるので、そこに関してはですね、もう気にせずに使っても大丈夫と。一回ですね、ちょっとこれでダウンタウンソードやってみましょうか。いやー、ちょっとダイヤの残りあと1って面白いですね。あれ？あ！いや、これすごいんですけど、めちゃくちゃすごいんですけど、
これ選ぶことはできないんですね。いや、これはでもすごいですよ、多分。多分人間に撃った時の威力っていうのはだいぶこれ強いですね。バタバタ倒れてきますね。だからこうできるだけそのなんていうかあれですね、歩いてる人間を攻撃していくという感じやるところすごいですね。おお、90いきましたか。くわっ、ちょっとこれどんなところに、これちょうど今こんなところに出てるので、ちょっと売却時の値段を見てみましょうか。あ、58,000、安いですね。これ配達料は、あ、配達料も20万、安いですね。グラビトロンこれ72万するんですけどね。お、配達料は安いですね。はい、いかがでしたでしょうか。こちらですね、スコーチャー。まあ、もうちょっと何か使える用途はあると思うんですけども、まあ、とりあえずですね、こういう感じの、だいぶまあインパクトの大きい、戦車かなと思います。はい、どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。